Live and let die. Fight. 称号戦獲得。さあまずは。権利獲得戦があるかと思いきやいきなり称号戦らしいんで 1P が YSK そして 2P が馬で称号戦いやもう時間かけるのが嫌だからなんかそうYSK 勝ったらまたそこから称号戦始めるのがめんどくさいのでもういきなり称号戦だそうです。まあ馬さんは3回中2回勝てばいいんで大丈夫じゃないですか。おっとまずは YSK が1本取った。中堅レシオニブランカさあ発動電気見て発動いや発動してから電気見て反応したのかどっちか分かんないけど元から発動するつもりだったんでしょう。投げる。おーっと。YSK強いな。おっと。おーすり抜けて。投げて。さあゲージを貯める。溜まった。しかしここはおっとなめした池ぐりなめした池り。さあマニコーンまだ残らない。敗北者にその国その代わり相手にゲージをプレゼント。レシオ1ベガとレシオ2ベガだとちょっとあれなんだよね。あんまレシオさ感じられないんだよね。歩き出すダイキック2回ってなかなか。おっと、ちょっと馬さんが謎の動きが、あー引っかかった。1本目 YSK 取ったよこれ。YSK 称号にリーチ。誰も見てない。さくら対ブランカ。ブランカはセオリーではなんか飛んでるうちに結構ピオリチが溜まってピオらせて三段で殺すとかいうのがまあよく見る馬が殺しいパターンですけど今回は逆の YSK がブランカ弱波動隙のない弱波動着地の立ち台系に電気が刺さる置き攻め電気が引っかかる思い切ってステップ2回したけど着地に投げ表か裏かちょっとわからない先に発動するコパンをガードしてしまっては削られてしまうので先に発動しておくガーキャンシンプをかわして壊しカウンターヒットしたいけど投げ面白い。出てきたのは馬結構リーチかかってて美味しいゲージを貯める。2人とも端に追い詰めたのが馬しかし前撃を見てからしっかり中足ローリング
弱中をスライディング、割とリスクのないスライディング、スライディングの後にステップは完全ブッシュで落とす。結構試合展開が早いね。さてとゲージが2人とも立ってる。さくら先にコパンをガードさせたら、まあ折り込まれっていうのがまあできてる人はそうするけど、上手い手ではちょっと近づきたくない。馬は距離を離している。サップがして、しゃがみが波動症にすら合わせたが、おっと誘われてしまった。ここはどうする。目の前で電気、えらいズルし電気2回目の前で電気を見せる。電撃かなり削れる。桜相手波動症弱が刺さってゲージしゃべりに行く。裏回りコパン当ててから飛んでみてしまった。だいぶ飛んでいく馬、ゲージも溜まってきてる。あっち行けの立ち台系、裏に回って攻守逆転。しかし、電撃が光ってしまった。溜める、削りに行く、飛びの出がかりヒット。てっ、投げる、お足は出てから電撃、飛んでしまった。3段ゲージが溜まるまではベガは相当地上戦できつい。ピオラされてしまった。普通に殺しに行く。ある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 。いつもの今度は YSK がブランカめくりがヒット。コパンコパンコパン旋風。ブランカ相手には旋風2回しかヒットしないけど、あれって好きないの。あれコパンコパン、あの旋風2回しか当たらんやん。ブランカ相手好きないの。あんのでも読むぞ。旋風客を見てからサブ4サブバレーローリング。先にゲージが溜まるのはどっちかな。マヤスケが溜まる。はい、大パンチ調整。先に発動する。おーっと、ここはいつもは馬なら、これはいつもなら馬は桜花で降りてくるパターンやねんけど、そのまま中継でしたと。いつもの、立ち台系、投げ。ゲージ溜まってて、電撃をサブバで逃げてからちょっと中足が遅れる。足払いちょっと遅らしてステップ。おーっと、今のは座高が低いからスカッたよ。座高じゃなくてしゃがみだったから。ステップから投げ、あーっとミスったのか。今のは電気をめくりに来る。目の前でゲージを貯める馬、垂直ジャンプガードさして投げ、ローリングから何かを呼んだ無敵ローリング。おーっと上から飛びが勝つ。目の前で電気、どっちが溜まっている。オリコンが溜められているけど、割と強気にいったな。それがうまくいってる YSK。 おー、飛びが刺さったよ。これは殺せるんちゃうか。あー、ギリギリ死なない多分。目の前で電気の連発、ゲージ溜め合い。馬はあえて攻めに行かない。目の前で大パンがスカル、すらリスクないですね。目の前の電気が勝ってしまう。これはいけそうやね。いけるぞ。俺やったらもうめんどくさいからめくりに行くんやけど、メガでやっぱそうしたら弱最高。さて大将じゃなくて大将のベガが出て、ベガベガ中堅の YSK のベガはレシオに中パンと中足の振り合い。
投げに行く。先に発動しておく。正直先に発動した方がいいと思います。割れに行けてるか、行けてない。弱弱チャージ中にめくりに行く。しかしめくりを最高で狩る。中足がカウンターで勝つ。歩いて投げ、受け身を借りに行ってガードゲージもない。今はちょっとこれはきつい。俺なら回り込む。おーい、敗北者に勝利。